ゴム銃とは、輪ゴムを発射する、おもちゃの銃である。俗に、圧力解放式とも呼ばれる。単純な構造のゴム銃。発射の際には、洗濯バサミのつまみを押して開くことで発射し、ゴムを張った状態での保持は、ハサミが閉じた状態となる。構造上を単発式にならざるを得ない。とされているが、凝った銃では発射されると同時に、 断層にあらかじめ装填されていた輪ゴムが発射位置に戻り、また発射という銃も一部にはある。割り箸しっ砲でおなじみの系統滑車式のように古典的な発射方式とされている。一つの輪ゴムを同時に複数枚装填し、同時発射を可能にしたもの。また、マズルを複数装備し、一つのホールドフックに装填した三段銃という発展型の銃もある。 この三段銃の特徴は、一つのホールドフック、一つのマズルに輪ゴムを多重装填にした、いわゆるバズーカというものよりも放射状に発射され、三段される。また、一つのマズル、ホールドフックに輪ゴムを数本かけることを、多重装填といい、ゴム銃の破損、威力が出すぎる等のことを懸念しており、一般的には禁止とされる。 一つの輪ゴムを一回引き金を引くごとに回転する複数の針フックのついたシリンダーに装填することによって再装填作業を省略し連続射撃を可能にしたもの。十発からそれ以上の相談数を持つセミオートマチック銃である。また、引き金を引き続けている間に何発も一定の間隔で発射される銃のことをフルオートマチック銃と称されている。 材料には主に木材化、またはプラスチックを使った機構を持ち、針フックシリンダーと引き金には、金属の歯車とバネを利用して作られており、いつでもトリガーを引くことで発射できる。特殊な例では、すべてが、鉄製の銃もある。いずれの銃も装填が少し面倒であることが、欠点とされる。3本から12本のローターシリンダーの重心を持つ、ゴム銃である。ローターは、 手動のハンドルで回転し、連続的な発射を可能にする。オリジナルの特許を持つガトリング式ゴム銃は、イギリスのテレビ番組、ガジェットショーで2007年3月に作られたものである。20本の重心を持つガトリング砲は20発の発射が可能であるとともに、最大144発の連射が可能である。その連続射撃にはクランクを利用した。 装填方式が必要である。アメリカの玩具会社である K-NEX 社が制作したゴム銃が販売されている。主に拳銃タイプのものを制作しており、機構はオートマチックかまたは狙撃銃である。他の K-NEX 社製銃には連射機能を備えたもの、さらに手を加えたヒンジ型トリガーを持つもの、重心を多く持つものなど、様々なリアル思考のものがある。2007年。 セバスチャン・ディックは、レゴブロックを使って、モーター駆動、ガトリング式ゴム銃を制作した。これは、秒速11発の発射速度で発射できた。ゴム銃のガトリングミニガン。モーター駆動ゴム銃と回転重心を持つミニガンに、似せたゴム銃も制作された。2007年11月に、アンソニー・スミスが制作したもので、 モーター駆動による二つの十二本回転重心により、連続288発の発射を可能にした。この銃は、秒速40発の射撃が可能である。ゴム銃に面子を乗せて発射する銃である。輪ゴム銃に面子を乗せて、輪ゴムと面子を一緒に飛ばす方法と細いゴムが、銃口に固定されており面子だけ飛ぶタイプがある。 国際ゴム銃メン射撃協会 http コロンスラッシュスラッシュ www.sportsfukia.net スラッシュひぐちひろしのりが考案したメン用ゴム銃は長さ3 8トルでゴムは重厚のゴム止め板に固定してあるメンは直径6トルの丸メンの円周に谷型のカットがありそこにゴムが引っかかって 回転とプッシュの混合した力で、メンコが正確に飛ぶ。競技は5メートル先に高さ140センチメートルに、吊るしてある直径18センチメートルの紙的に、命中させる。外国ではメンコがなく、トランプ投げが行われており、高度の技術を持つ人もいるがとても難しい。メンコ射撃は容易で子供から高齢者までができる、遊びだがやってみると、 極めて知能的遊戯で敵に当たると爽快感がありとっても面白い。練習により命中率はほぼ100%になるからスポーツになると期待されている。長岡市駅前に国際ゴム銃面子射撃場があり、ゴム銃面子射撃を普及している。新潟日報に掲載されている。ありがとうございます。